はい。郵便局員も目撃してないそうです。その崎本家は郵便受けにハンコが吊るしてあるそうで、書き留めも宅配便も勝手にハンコを押して投函していいことになってるんだそうっす。そりゃ不用心ですね。ってことは、最後の目撃はいつになるんです？渡流しの開会式でした挨拶が最後です。その後すぐに帰宅したらしいっすから。恒例ですからね。話じゃ、週に何回かお稽古ごとで外出してるそうじゃないですか。そっちはどうです？毎週月曜に集会所で大正ごとを習ってるんですが、今週は休んだそうです。欠席の電話とかは？それを誰かが確認したとかは？いえ、誰も。ただ、たまに休むことがあったらしいので、誰も不審には思わなかったようです。明日さ、10時くらいになったら市役所のふりして電話してみましょうかね。在宅を確認してみてください。10時ですね。了解っす。その崎ミオンが言うには、体調を崩して寝込んでるんだそうです。本当に寝込んでるのかな。顔と脈を見てみたいですね。まったくっす。おいさん、その崎本家と古出神社の捜査令状、申請通ると思います？あ、お疲れ様です。どうです？何か手がかりはありました？
課長、若い子から交代で仮眠取らせてあげてください。ここからは長丁場になりますからね。無理せず体を休めながらのんびり行きましょう。みんなには交代で休めって言ってるんだけどね、みんな遠慮してなかなか休んでくれないんだよ。お医者さんからも言ってくれないか。ありゃありゃ、みんな遠慮しないでいいんですよ。小宮山君、若い子から順に交代で休ませてあげてください。小宮山さん、そうしてあげてください。で課長、例の請求なんですけど、まだダメそうです。第一、村人の噂だけなんでしょ。もっと具体的な証拠がなければ難しいよ。その証拠があの中に詰まってるかもしれないんですよ。その証拠が中に詰まっているという証拠が必要なんだよ。課長、謎々やってるんじゃないんですよ。死んだ二人を含む四人が綿流しの晩に西宮殿と呼ばれる禁断の蔵に無断で入り込み、それを何者かが見ていた。ここまでは信頼できる情報なんです。情報と言ったってあくまでも噂だよ。証拠があるわけじゃない。そりゃまあ、四人が放火無理して忍び込む写真はありませんがね。とにかく四人は西宮殿の中で何かを見たんです。消されるくらいの何かを。消されるくらいの何か？それは何だい？その崎家絡みの暴力団関係が有力候補ですな。拳銃の山か、密造工場か。その崎家の隠し資産ってのも捨てがたいあたりです。大石さん、気持ちはわかるけど、あの西宮殿ってのは古出神社にある神聖な建物で、地元の人間への相当な配慮が必要な建物なんだよ。とにかく相当の証拠がない限り、西宮殿の捜査令状は取れないよ。その先本家への令状も同じだ。特にその先本家への捜査は四課と県警の暴対が絡んでる。入念な事前調整がいるんだ。調整がいるってんなら、私直接乗り込んでつけてきてもいいですよ。四課長はしげちゃんでしょう。暴対は三階さん。隣の雀荘で話した方が早そうなメンツですね。課長にお客様です。うわっ、わしは議員の園崎じゃ。責任者を出さんか。はよせい。どうも、私が課長の高杉でございます。お前の名刺なぞいらんわ。お前なんぞいつだって官職に飛ばせるんじゃぞ。それにお前だけでは足らん。大石とかいう男も呼ばんか。神聖な古出神社に捜査令状なんぞを請求しよった罰当たり者じゃ。申し訳ございません。大石はただいま捜査に出ておりまして、なかなか連絡がつきにくく、私が代わって受けたまりますので、どうぞおかけください。よいか。古手神社はそもそも公暦2600年に次ぐ2500年の歴史を有する、神聖にして犯すべからずの聖地なのじゃ。八百万の神々とお社様と先祖の霊を祀り、日が昇りてから沈むまで、月が昇りてから沈むまで、雛見沢を見守る尊い神社なのじゃ。それを土足で踏みにじろうというバカがいる。そもそも信仰の自由は
憲法で定められた国民の最も尊い権利であろうが、それを自らの捜査の怠慢を口実に汚そうという魂胆、こんなものは断じて許せんぞ。聞いておるのか、大竹が。わしを怒らせてただで済むと思わん方がいいぞ。